とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。今日はですね、必殺技のランキングを出したいと思います。この必殺技ランキングですけども、単純にダメージが高いもののランキングとなります。この検証方法ですけども、必殺技を10回打って、クリティカル以外のダメージの平均を基本ダメージとします。多段ヒットする必殺技には、基本ダメージをかけて算出することにしてます。例えば、一発1000のダメージを与える必殺技、これが4回ヒットする技とします。そうしますと、4000のダメージという風に計算します。そして、必殺技のレベルは530から560の間です。陣平のレベルは600、野月花のレベルは528、それ以外のキャラクターのレベルは560前後だと思ってください。ダメージが出る固有の必殺技は全部で33種類あります。今日は33位から1位まで全てを発表します。それでは33位からいきますね。33位、シャドウサイクロンです。シャドウサイクロンはダメージじゃなくて、あれはデバフ扱いにした方がいいんじゃないですかね。続いて32位。32位はミスティックダッシュです。まあ途中でね、地雷を巻いていくんだけども、地雷ダメージもまあいまいちですよ。続いて31位。31位は、しびれるナンバーです。まあこれもね、デバフなんだけど、ボスに効かないっていうのがちょっと残念だね。それでは下3つ発表しましたね。では続いて30位から21位までさらっといっちゃいましょう。第30位、狂乱のセレナーデ。範囲は広いんだけどね、ダメージは低いみたいです。で、29位、29位はバイパーウェーブ。まあ野月花の力が低いんでこんなもんかな。はい。28位、十文字粉砕山。まああれだね、飛び道具扱いだからこれぐらいのダメージになるんでしょう。27位、コメットビームです。まあコマくんはねヒーラーだから、うん、アタッカーじゃないんでね、あれ仕方ないですよ。はい。26位、ハイパービートです。まあ雑魚処理にはねすごく向いてる、うん、範囲が広いのでもうこれは雑魚処理用と割り切っちゃいましょうね。はい。25位、25位はダークブーメランです。まあダークブーメラン、うん、手法なんだけども、まあ雑魚処理用っていう風に考えた方がいいのかな。まあサイクロンで防御力下げれば結構ダメージ出るんで、それはいいとしましょう。24位、革命のフルーレです。まあキュービ先輩ステータスがねちょっと全体的に低いのでダメージはそんなに出にくいですね。もう中でもまあフルーレは結構弱い方かな。23位、23位はシャイニングローリングスクリューです。まあマタロー唯一の攻撃なんだけども、まあこれ全部当たってこのダメージですよ。全部当たってこのダメージ、基本全部当てれないから、うん、端っこに追い詰めて4発当てれるかどうかぐらいじゃないですか。続いて22位、赤き一線です。まあこれはね、うん、そこそこのダメージですね。ただ再使用時間が短いので、うん、よく使っていける技ではないでしょうか。21位、バックドロッパーニャオスです。まあアウスモーカーのまあ一番弱い必殺技と思ってもいいでしょう。後ろにねくるっと回って回避も兼ねてるんですけども、まあそんなに使えるやつじゃないかな。はい。それでは30位から21位までさらっといきました。どうでしょうかね、皆さんの予想はこんな感じだったんでしょうか。まあ俺はね結構予想を裏切られたやつがいくつかあって、
実際やってみて驚きでしたね。はい、では20位から11位までサクッといっちゃいましょう。まずは20位、メモリアルジャンプです。まあ範囲が広いし、まあ大体アースウォーカーは、パワー型だと思うので、スピリット系の技は若干ダメージ低いよね。まあこんなもんでしょう。19位、水星ランスです。まあ水星ランスはデモ早いし、範囲も広いで再使用時間も短めなので、まあ、これぐらいの順位で大丈夫じゃないですか。バンバン使っていけばいいんでね。そして18位はパイプラッシュです。ここでねメラが出てきましたね。まあメラ脳筋なんで結構上の方かなと思いきや、一発一発そんなにダメージはないっぽいです。はい、では17位いきましょう。17位はユニバースブラスターです。ラント君のね新しい技になるんだけども、こんな感じかな。3発当ててようやくこのダメージ。でも3発当たるのはなかなか稀なので、ここまでダメージは出せないと思います。続いて16位、ムチムチムッチですね。名前はめちゃくちゃ好きなんだけどね、順位としてはちょうど真ん中ぐらいの威力となっております。15位、ローラーダッシュです。アースウォーカーのやつが入ってきましたね。ローラーダッシュ、まあこれはね回避とかそういうのにも使えるので、まあ入れといてもいいのではないでしょうか。ダメージはまあ中ぐらいですね。そして14位、スカイスネークです。ドレイン系がね意外と上に来たなというイメージだね。HP 吸収するんでそこまでダメージ出ないかなと思いきや、まあ14位です。はい、では続いて13位、ウェルダンですね。メラのねこのウェルダン手法になるんだけども、もうちょっとダメージ出るかなと思いきやそうでもない。もうむしろメラは脳筋と呼ばない方がいいのかもしれませんね。この程度です。はい、では12位は百獣ナックル、またメラですよ。メラはもう火力がめちゃくちゃあると思いきやそうでもないんで、はい、これは覚えておいてください。続いて11位はド発展横一文字切りです。まあこれなんだけども、一発がこのダメージです。でこれ隠れ要素かなんかわかんないけども、画面端でうまいこと当てれば2発当たるのよね。2発当てればかなりダメージになるんで、まあ狙えるときは狙っていってもいいんではないでしょうか。それでは20位から11位まで見てみました。どうだったですかね。まあ実際俺もやりながらマジかと思うこともありましたけども、まあこれが、しっかりと検証した結果となります。では10位から4位までいっちゃいましょう。10位から4位までさらっといきますよ。では10位は王者のブローです。まあノズチカがここまで上に来るかと思ってます。ノズチカはねパワーがあんまりないんだけども、必殺技自体の威力が高いのでダメージ出ますね。王者のブロー10位です。では9位、第9位は黄昏乱れ打ちです。あれなんだ、もうちょっとダメージないかなと思いきや意外とダメージがある。まあ陣平のね変身は強いな。黄昏はいい、雑魚的にもいいしボス的にもいいのでかなり使えますね。では8位はアイシクルウィンドです。アイシクルウィンドが俺ね結構びっくりしたんだけど、これダメージないと思ってたんですよ。でもね10発全部当ててしまうとかなりのダメージ稼げるので、意外と
手法として使っていけるかな、まあ、手法にはならないけども使っていける必殺技だなって思いました。では7位はオーロラスマッシャーです。はい、ラント君のね、ランダ系が入ってきました。まあ8発打ち込むんだけども8発もね結構短時間に打つのでそこそこ狙っていきやすい技ですね。はい、では6位はフィニッシュスティングです。俺の大好きなフィニッシュスティング、千秋のね新必殺技なんですけども6位に入りました。これねダメージだけではなくって敵のねバフを消す強化バフを消すのでめちゃくちゃ使っていけますよ。はい、では第5位はワイルドアクトです。ワイルドアクト、まあ、根元から当てるとすごいダメージ出ますね。しかしね、雑魚戦には使えないんですよね。雑魚戦にはちょっと使いにくい必殺技。これが弾が貫通していけばね、もっと良かったんだけども、ちょっと今の状態では、ボス戦のみで使えるやつですね。第5位です。そして第4位は、紫の舞です。キュービ先輩の必殺技が入ってきましたね。一発一発のダメージはそんなにないんですよ。でも、12回ダメージ与えるので、最初から最後まで当たると、これとんでもないダメージです。ただただ隙は多いですけどね。それでは10位から4位まで行ってみました。残り3つ、何が残っているでしょうか。ちょっとまさかのやつがあるんですけども。まあ行きましょう。第3位、バウンスグレネードです。バウンスグレネードは、まあ、かける8なんですよ。8発当たる予定なんだけども、実際当てようとしたら、2発が限度です。2発が限度。なんで、まあ、今回は、全部当たった体で話してるんだけども、まあ、当てれないので、バウンスグレネードは、使えないので、入れない方がいいです。これは言っときます。はい。まあ、全部当たるとするならば、第3位ですよ。バウンスグレネード。はい。では2位いきます。第2位はダイナミックネコエンドです。ダイナミックネコエンド、やっぱり来たかという感じですね。アースウォーカーの手法です。めちゃくちゃ強いね。ダメージもあるし範囲も広いで隙も少なめっていうことで俺は大好きな必殺技です。そして第1位いきましょう。ブルーストリームです。検証結果で、ブルーストリーム、ダントツだね。ダメージがダントツ。で、これにね、スピリットを上げるね、底上げするおしゃれ装備とかをつけると、もっと上がるね。いや、これは反則だもん、ブルーストリームは。範囲も広すぎるし、隙もそんなにないので、まあ、使い勝手が良すぎる。はい。ということで今日はですね、必殺技のランキング33位から、1位までやってみました。まあ、ちょっとずらっと並べますと、こんな感じですね。ちょっとね、意外なところとかもあったんですけども、まあ、皆さんの予想はどうだったでしょうか。大体合ってましたかね。まあ、これ全部当たった体ですから。全部当たった体。実際はね、全部当てるの難しいやつとかがあるので、まあ、ちょっと変わってくるかもしれないんですけども、今日は単純な威力でランキングを出してみました。こんな感じですね。それではまた出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや